グーデンスベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州北部のシュバルムエーバー、軍に属す小都市である。グーデンスベルクは、オーベルンブルク城市でも知られている。グーデンスベルクは、ハービヒツバルト自然公園の南東端に位置しており、カッセルの南約2 0トルフリッツラーの北東1 0トルにあたる。南西部の宿、ドルラと南部の宿オーバーフォアシュッツは、 エーダー川の支流エムス川に面しており、中核市区とマーデン市区を、そのエムス川の支流ゴルトバッハ川が流れている。グーデンスベルク市は、北と北東は、エーダーアミューンで、東は、フェルスベルク市のエーダー川下流沿いの市区と境を、接する。南と南東は、やはりフェルスベルク市のエムス川下流沿いの市区と接している。南から南西さらには西にかけては、 フリッツラーの地区が位置する。北西はグライヒエン地区がニーデンシュタインと境を接するが、この方角にはハービヒツバルト自然公園に属すランゲン山地のオーデンベルクがそびえている。ランゲン山地の北辺はシャウエンブルクとの市境を成している。1974年の地域再編以降、ドイテ、リッセン、ドルラ、グライヒエン、マーデン、 オーバーフォアシュッツがグーデンスベルクの宿となっている。グーデンスベルク周辺には数多くの戦士、古代の遺跡が存在している。ラムスベルクではレッセナー文化の出土品が発掘されている。1938年にオーデンベルクとグーデンスベルクとの間で、紀元前4000年頃の戦隊分土キ文化時代の入植地跡と、 紀元前後の鉄器時代の入植地が発掘された。1899年、鉄道工事の際にカッセラークロイツで、紀元前1000年頃の仮想墳墓の跡が発見された。2007年の夏から秋にかけては、グーデンスベルクとマーデンとの間で、紀元前5500年から4900年頃の新石器時代の重要な入植地跡が発掘された。この遺跡では、 数多くの典型的な蝶道穴、豚を焼くための炉の穴、穀物の貯蔵穴、数多くの人の墓、穀物を引いた薄、等辺が発掘されている。10世紀には、グーデンスベルクの、ホーフ・ボーデンスベルクで産保式農業が営まれていた。グーデンスベルクは、1121年にギーゾ4世が、ユーデニスパークの墓と自称したことにより、初めて文献に記録された。 この名前はおそらく地名学上の推論によればオーディンズバーグに由来する。オーディンは古代ゲルマン時代にこの地にあったカッティ族がゲルマンの最高神として崇拝した神である。1672年にはウータンズバーグとして文献に記録されている。中世になると山上にオーベルンブルク城が建設されベルナー家出身の後には ギーゾン家のヘッセンのガウの白の本拠地となった。その後、近くのマーダーハイデに、民会場を設けた白は、しばしば、マーデン白とも称した。1122年のヘドビヒフォン・グーデンスベルクと、後の中林元宝白ルートビヒ一世との、結婚により、ギーゾン家の男性家系が断絶した1137年から1247年まで、グーデンスベルクは、 ルードビング家の中林元方博またはその弟の所領となった。また、グーデンスベルクから、ヘッセンの一部を統治したため、場合によって、グーデンスベルク博とも、ヘッセン博とも称した。こうした、グーデンスベルク博の一人が、コンラートフォン中林元で、彼は1232年に、マインツ大使教領の都市、フリッツラーを包囲し、これを奪取した後、焼き払った。 ルードビング家の紅白の弟の宮廷所在地として、グーデンスベルクは繁栄した。1170年頃から1180年までに町は、死壁で囲まれ、1254年には、都市として記録されており、都市構造は13世紀の初めまでに整備された。1655年に出版されたマテウス・メリアンの同版画に描かれたグーデンスベルクルードビング家一文で、 最後のチューリンゲン砲白となったハインリヒラスペの死後、チューリンゲンヘッセン継承戦争によるチューリンゲンの分割がなされた。グーデンスベルクはチューリンゲンから分離され、聖リーザベトの孫にあたるハインリヒ一世のものとなった。彼は1247年にマーダーハイデで初代ヘッセン砲白となった。1300年にハインリヒ一世は、 ニーダーヘッセンの行政中心をグーデンスベルクからカッセルに移した。彼は1277年からカッセルに住んでいたのであった。これによりグーデンスベルクは政治上も運営管理上もその重要性を喪失した。しかし1324年になってもなおグーデンスベルクはハウプチャタートフォームナイダーラントズヘッセンと表記されている。 1365年にハンセン病患者のための精霊病院が設立された。マインツ大司教とヘッセンホーハクとの間で何度も戦われたフェーデにおいて、グーデンスベルクはヘッセン側の主要防衛拠点であり、再三にわたって甚大な被害を被った。1387年9月2日にグーデンスベルクとベニゲンブルクがマインツ軍によって占領され、焼き払われた。 その一年後、マインツ大司教アドールフは、その前年に後輩を免れたあらゆるものを破壊した。火災はこの町を繰り返し災難だ。1587年、この町は、不注意から火災となった。1640年、グーデンスベルクは30年戦争に際して、皇帝軍によって焼き払われた。この時の略奪によって、哲学者で、神学者のダニエル・アンゲロクラーターは、 全財産を失った。1626年にティリー博はグーデンスベルクにヘッセンの都市代表による議会を召集した。彼はそこでヘッセンカッセル砲白、モーリッツを退位させようとしたが失敗した。その翌年、マーダーハイデに召集されたヘッセンの盗賊議会でモーリッツは統治権を息子のビルヘルムに上位することを強いられた。 最後のヘッセン議会は1654年にマーダーハイデに召集された。7年戦争では1761年にオーベルンブルクの一部がジョン・マナーズ率いるイギリス軍による攻撃で甚大な被害を受けた。1806年フランス軍がオーベルンブルクの残り部分を略奪しこれを完全に破壊した。シモンは 交通の障害になるとして1823年に解体された。1807年から1813年まで、グーデンスベルクは、ベスト・ファーレン王国内のグーデンスベルクをごうりの、行政中心地であった。グーデンスベルクの市のアーカイブは、ヘッセン州立マールブルク文書館に収蔵されている。この資料は、完全に公開されており、オンラインで閲覧可能である。 グーデンスベルクには17世紀に繁栄したユダヤ人コミュニティがあった。1871年には194人のメンバーがあり、近隣のマーデンやオーバーフォアシュッツといった村落の住民とともに依然強固なコミュニティを形成していた。グーデンスベルクは18世紀末にはこの地域のユダヤ人社会では重要な町であった。 1788年から1797年まで、この町で4回のユダヤ人議会が開催された。この会議の会期は、それぞれ3週間から5週間で、すべてのユダヤ人納税者が出席しなければ、ならないというものであった。ヘッセンカッセル領内での最後のユダヤ人議会も、1807年に、グーデンスベルクで開催された。1830年以降、 グーデンスベルクは、フリッツラー軍及び、メルズンゲン軍のラビの所在地であった。このうち、最も有名なラビが、モルデヒャイ・ベッツラーであった。コミュニティの施設には、シナゴーグ、ユダヤ人学校、ミクワー、オーバーフォアシュッツのユダヤ人墓地があった。1825年に、初めて記録された、ユダヤ人学校は、ベッツラーもそこで教鞭を取った学校であり、 この種のものとしては、ニーダーヘッセンでもとも古いものである。この学校では、1877年には26人、1882年には48人の生徒が学んだ。シナゴーグの近くにあった、この学校は、1934年1月1日に国家社会主義者によって閉鎖された。この頃には、14人の生徒がここで学んでいた。 最後の教師は、ヘルマンシュテルンであった。大きな石像建築のグーデンスベルクのシナゴーグは、約280人の信者を収容できた。この建物は1840年から1843年に、カッセルの建築家、アルブレヒト・ローゼンガルテンによって建設された。ローゼンガルテンは、カッセル、ハンブルク、ビースバーデン。 ウィーンの大規模なシナゴーグを建設した人物である。このシナゴーグは1937年に閉鎖され、翌1938年に民間に売却された。その後倉庫として利用されたが、徐々に老朽化が進行した。1985年にこの建物は、保護文化財に指定され、1991年市が、これを買い上げ、1995年に、 文化施設として根本的改築がなされた。1933年1月30日の時点で、市には124人のユダヤ人が住んでいた。グーデンスベルク、マーデン、オーバーファーシッツ出身、またはそこに長く住んでいた者の,のうち、少なくとも60人が強制収容所に送置され、そこで殺害されるか、または行方不明になっている。 1938年5月、最後のユダヤ人一家がグーデンスベルクを離れ、繁栄したユダヤ人コミュニティの歴史は幕を閉じた。2009年3月に、市内の様々な場所に、かつてのユダヤ教信者を追憶する、いわゆる、シュトルパーシュタインが設けられた。グーデンスベルクの市議会は、31議席からなる。城山の上に立つ。 オーベルンブルク城市グーデンスベルクのアルターマルク都市の高台であるシロスベルクの上にオーベルンブルク城市がある。その姉妹城塞であるベニゲンブルクは城山のふもとの小さな丘にある。オーベルンブルクから下がった暗部には市外防衛施設の一部であった塔が残されている。高さ306メートルの山頂からは マーダーハイで、ネンケルさん、オーデンベルクの素晴らしい眺望を楽しむことができる。市の中核部には、多くは、木組建築の、様々な歴史的建造物が残されている。例えば、ルネサンス様式の玄関部を持つ旧約書、旧役所、1642年建造の牧師館、1643年に、設けられた、レントホーフ。 市内で最も古い建物である1596年建造の都市農民の館がある。プロテスタントの聖マルガレーテ教会は14世紀のゴシック建築に15世紀から16世紀にかけて増改築を行ったものである。カッセル通りとフリッツラー通りとの角に精霊病院がある。これは1365年にハンセン病患者のために設立され、 18世紀に入るまで何度も増築された古典主義建築の視聴者は1839年の建造であるヒーター合戦には1840年から1843年に建造され1995年に改築された後文化施設として利用されている旧品工具があるこのほか 旧市街には18世紀から19世紀の歴史的な墓碑が残る旧墓地がある。興味深いのは、教会墓地の囲い壁の石材に刻まれた馬蹄型の刻印である。この石の刻印は、カール大帝の馬型であり、戦争で破壊されて、現在は失われたオーデンベルク近くのカールス教会のものであった。立川クの印象的なランドマークが、 玄武岩の山車アルフェンシュタインである。その形状から多くのクライマーがここを訪れる。この他のグーデンスベルク近郊の美しい山には、マーダーハイデの縁にあるマーダーシュタイン、オーデンベルク、バルトベルクがある。1899年、ケーベン鉄道グリフテグーデンスベルク線の建設工事の際、ハルシュタット時代にあたる、紀元前10世紀の大城石器の墳墓跡が、 発見された。立線にはドルメンがある。シャルフェンシュタインの北に位置する、カッティ族の聖域であったグリスボルンは、あまり目立たないが、伝説に包まれている。ここには、聖なる力が込められており、その力は神に由来するのだと信じられていた。グーデンスベルクの死の森には、ラウタリウスグラーブがある。グーデンスベルクとマーデンとの間にあるボタンシュタイン、というメンヒルには、 伝説がある。悪魔が、フリッツラーの聖母にファティウスの最初の礼拝堂を破壊したが、この岩が袖に絡まりここに墜落したというものである。グーデンスベルクからカッセルへ向かう通りの、グーデンスベルクの北の十字路には、14世紀のゴシック様式の石像の十字架カッセラークロイツが立っている。これはおそらく、無名の石膏の食材の十字であると考えられる。 高さ1.2メートル、幅0.6メートルのこの十字架が備えられた理由は分かっていない。この十字架は1642年から1646年に制作されたマテウス・メリアンのタポグラフィア・ジャーマニーのグーデンスベルクの版画に初めて描かれている。旧グーデンスベルク駅、グーデンスベルクはアウトバーン A49 号線沿いに一致している。 急行のバス路線がグーデンスベルクとカッセル、フリッツラー、あるいはバート・ビルドゥンゲンやフランケンベルクとを結んでいる。この軽便鉄道の建設は1898年に始まった。フランクフルト・カッセルの幹線に接続するグリフテ、グーデンスベルク軽便鉄道は1899年7月15日に開通した。営業距離は 全長 7.72km で、駅は4つしかなかった。旅客運行は、1954年12月31日に、廃止された。その後は、グーデンスベルク放送機械製造が、週に一度だけ製品を運ぶのにこの路線を利用した。路線は1980年頃に撤去され、鉄道の築堤は現在、自転車道や遊歩道として利用されている。 この町には、幼稚園が3園、基礎家庭学校が2校、学校天問題がある、総合学校が1校、養護学校が1校ある。ありがとうございます。